タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は SH フィギュアーズ仮面ライダーアマゾンズから仮面ライダーアマゾンオメガを紹介したいと思います。その前に、劇場版仮面ライダーアマゾンズ最後の審判という作品について触れたいと思います。こちらはですね、 4D 上映という新しい形での上映になります。 4D とは何かというとですね、 4D とは 3D の上を行くそのアトラクション系のね、上映方式でして、例えばね、ディズニーランドのスターツアーズとかね、ユニバーサルスタジオジャパンのシネマアトラクションみたいな形です。 4D 上映には2種類あるんですけど、まずユナイテッドシネマ系の 4DX、 そして東方シネマズ系の MX4D というものがあります。はい、出た順番としてはですね、4DX のが先みたいですね。で、後から出たのが MX4D なんですけど、ですがこの2種類注意しなくてはいけないのが、全然臨場感が違うらしいです。調べたところ 4DX の方が評判がいいです。なぜかというと、 MX4D の方はね、臨場感の出し方が雑だったりチープだったりするってことでね、そういうレビューが目立ちますんで、僕は 4DX で見ようかなと思ってます。はい、 4D っていう上映方式だと、まずね、水しぶき、風、香り、振動とかね、五感で楽しむ形なんですよね。すごくね、臨場感が出るっていうことなんですよね。水しぶきとかだったら、多分アマゾンズの場合は血しぶきとかになっちゃいますよね。だからすごくね、ちょっと怖い感じがしますね。匂いとか香りそういうものするってなると、多分血の匂いがするとかね、そういうことだと思うんで、生臭い感じの、ほんとリアリティのある映画になってると思いますんでね、すごくワクワクドキドキものですね。雑談はさておき、こちらの仮面ライダーアマゾンオメガを開封したいと思います。行きましょう！ Go! 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 はい、ではこちら仮面ライダーアマゾンオメガじっくり見ていきましょう。まずはね、パッケージ全面ですね、ウィンドウディスプレイになってます。そしてこちらアマゾンオメガです。こちら劇場版の仮面ライダーアマゾンズで活躍するでしょう。すごく期待が持てますね。すごく綺麗に描かれてますね。高精細な絵ですよね。横ドン、後ろドンドン、はい、こちらにね、水沢遥がいます。さあ、こちらね、ポーズ撮るのが楽しみですね。すごくね、かっこいいんですよね。やっぱりアマゾンオメガはね、かっこいいですよね。まあアマゾンアルファもね、いいんですけど、アマゾンオメガのが僕好きなんですよね。どちらかというとね、僕はオメガ推しですね。オメガ推し、水沢遥推しです。はい、かっこいいね。はい、 SH フィギュアーズアマゾンオメガなんですが、2016年に一般販売された商品ですね。では開けてみましょう。はい、出します。はい、じゃーん、出ました、アマゾンオメガです。さあ、かっこいいね。いやー、かっこいい、やっぱりかっこいいね。全体フォルムがかっこいいね。アマゾンオメガを取り出しました。細かい造形見ていきましょうか。まずは目のクリアパーツですね。ここも綺麗に出来上がってますね。はい、横から向けてもかっこいいね。筋肉質ですね。マッシブな体型。それでいて、養殖のアマゾンと呼ばれてます。かっこいいね。はい、実にかっこいいです。はい、この後ろから見てもこうかっこいいね。背びれの部分もあってね。はい、こんな感じで。あとはここよく見てないところなんですけど、足の部分ってこうなってたんですね。初めて知りました、僕。足の部分、ここなんか亀の甲羅みたいになってますね。ひし形みたいなのがいっぱいついてるんですね、足の部分ね。逆さまに向けるとこう。はい、全体をこうぐるっと一周させるとこんな感じですね。これはちょっと引っ張りましょうか。こちら、はい、取りました。かっこいいね。ちょっとこの腕の状態でこう足を開いてみましょうか。こう、あ、いいね、いいね、いいね。劇中まんまですよね。これはほんとすごいですね。こうグリグリと動かせるんですよ、ここの足の部分。はい、ニューオメガもね、同じでしたね。こう自立ちゃんとするね。はい、じゃあどんどん紹介していきます。こちらがエフェクトパーツになります。そしてこちらがよく見えないんですが、ここ2つついてるんですけど、こちらはね、前腕パーツといって、交換用前腕アーマーがついてます。はい、そしてこちらがアマゾンブレイドですね。はい、こちらがアマゾンスピアーですね。アマゾンブレイド同様、塗装がちゃんと彩色済みですね。よくできてますよ。ベルトの部分と同じ色ですね。はい、アマゾンズドライバーについてる
その部分と同じですね。引っ張り出すとこれが出来上がるんですね。はい、いろんな種類の手首が入ってました。はい、こちら付け替えていろいろ遊べそうですね。僕の場合飾って鑑賞することが多いので手首はあまり交換しないんですけど、今回はちょっとやっぱ気合い入れて動画のためにいろいろ手首を交換させて遊びたいと思いますが、よろしくお願いします。はい、この通りアマゾンブレイドを持たせたアマゾンオメガです。はい、かっこいいですね。今にも戦いそうですね。はい、では次行ってみましょう。はい、ニューオメガと並べてみました。はい、いやー素晴らしい、躍動感がすごいね。こんな感じで躍動感がありますね。すごいですね、戦いのシーンですね。アマゾンオメガ対アマゾンニューオメガの戦いですね。こんなシーン夢の対決ですね。はい、どちらが勝つのか。ダブルオメガですね。うん、かっこいいね。武装化されたニューオメガ対オリジナルのオメガですね。はい、どちらもかっこいい。こんな感じで、で、こう行きますと、こんな感じ。戦いのシーンですね。はい。素晴らしいね。はい、最後のポージングになりました。こちらがね、ちょっとね、シーズン1の暗さみたいなのが出たかなと思ったんですけどね。はい、どうでしょうか。エフェクトなんですけど、こちらのエフェクトはね、クリアパーツの部分と、白い部分がちょっとね色がね分かれてるんですよ。あのと尖ってる部分が近づくにつれて透明になってますね。アマゾンズ劇場版期待してますんでね。はい、フィギュアーツおすすめです。最近のフィギュアーツはねもう買って損しないです。仮面ライダー系のフィギュアーツもウルトラマン系もね買って損はないです。出来がいい、素晴らしくいい。この動画が良かったよと思う方はチャンネル登録、そして高評価コメントお待ちしております。というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。